あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた。あ、そうじゃ、ビール持ってこよう。先生、お腹が空きました。スーパードライ、スーパードライから日本酒って最初から日本酒行くんかい。もうカップだけ、売店で買ってきました。ちっちゃいの持ってくるの忘れた。サンキューと。これ中身はですね、ポテカラになっております。ポテトと唐揚げ、ポテカラ、まあ、こんな感じでね。あ、そんなのもあるんだ。はい。それどこにあった。あっち、あっち。店員さんの女の子が可愛かったっす。おー、やるな。それはいいこと。ナンパ。いやいやいや、ナンパ。じゃあ一緒にキャンプしようよねとか。どこの景品のキャンパおおおお、あ、鶴屋さんが鶴屋さんが落ちた。鶴屋さん、俺の鶴屋さんが、俺のじゃないけど俺の鶴屋さんがこれね、よくできてるよね。これいや、ほんまよくできてます。これ何だったっけ。これじゃないか。くれんの多分。買ったやつじゃない、その大きさって。あ、これ買ったやつだよ。マックスワークトリーじゃない。買ったやつだよ。マックスワークトリーくれんじゃないよ。はい、じゃあ、じゃあ、はい、すいません、先月はちょっとドタキャンして。いやいやいや、キャンセル高いな。ギア左の旦那さん、これちょっと喋ってもらって。喋って、喋り、ブツ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 、何かんかん、ブツ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 、三点一四一五九二六五三五八七九三二三八四六二六三三八三二七九五ゼロ二八。質問が入っちゃったね。ん？サーカス張った時にどっちかになんか寄るじゃ寄らんじゃって。ああ、いや、ちょっと意味が分かんなかったんですよね。意味がよ、え、サーカス右に曲がっちゃう。うん、いや、違うだろ。どっちですか。右利き、右利きの人は左に曲がるんだ。あ、そっか。まだそれ続けるの拾わんでええけど。そういうやね、拾わんでええけど。また言われるな、ピーって。うん、ならねえな。またあの人が打つと T が増える。しまでも続かん、これ。あ、いただきます。サンタさんどう。いや、俺これはある。大丈夫。一つぐらい。どっちがうまそう。どうすか。あ、どうぞ。これも2枚入ってるけど、多分。欲しがりだな。欲しがりません。欲しがりません、勝つまで。勝つ？うん、勝つ。そこ拾わんでいいし。勝つです。キッカー。うん、キッコーマン。また考えられる。やっぱりみんな目がここ来るね。あ、ああ。そう。すいません、やってみようけど。言おうと思ったんですよ。もう一個ここに開けた。タバコ通るぐらいにしましょう。いやいや。ガシッてやるやつだっけ。あれ痛い。二人がかりでやられたで。ん、どこでやっ。クリニックで。うん。上のクリニックじゃないよ。分かる人には分かる。ああ、俺のも倒れた。ダメか、今日は風向きが変わったな。うん、吹き下ろしになってきよな、山からの風上に。始まったな。直しかね、毎回いいような気がする。毎回あるの。次穴開けるとき言ってくれたら俺が安全ピンでやってきますよ、ビチって。あの、ちゃんとライターで燃やして消毒しますから。だったら、あの、鉄鋼用の電動ドリル13ミリぐらいで。耳がくがけるわ。 A でいくやろ、これ。いいっすね。マックスファクトリーはね、すごい家でいくよ。おお、上履きっつうのがいいな。それあれよ、動かないバージョンだよ、これ。動かないバージョンですよね。朝日奈さんも一緒にやったやつですね。そうそうそう、 あれもあったの、ね、イクルちゃんの文化祭バージョン。え、これですか。うん、イクルちゃんこれと同じ大きさよ。今度持ってこうか。ぜひ。あ、サイズがでかいしね。あ、軽い。うん、
かってね。風やんでほしいな、マジで。やんでほしいね。まあ、人間がやんでますからね。普通あれですよね、海から来るじゃないですか、風。逆から来てますよね、なんでだろう。いつもこんな感じなんでしょうね、だから。吹くらしいよ、ここは。うんうん。まあ、日本海は吹くよね。だって。プレーオープンの時がダメだったんでしたっけ、宣言。そうそうそう、プレーオープンの時バトンが吹くんで停止になったよ、あれ。そこあれだね、ウォシャレットだよね、トイレ。そうですね、道の駅だし。すごいね。うん。1地点から B 地点、 A 地点からって。あ、ごめん。世代がちょっと違う。ごめん。世代がちょっと違うんだよ。ああ、わからんか。あれ、何だったっけ？ B&B だったっけ？ザ・ボンチの方じゃん？ B&B、ああ、B&B すらが、よく、うん。ちょっと俺またビール回っていいですか？ん？2本目あれ飲んでみます？ヨナヨナエールっていう。あの、俺さっき買ったやつ。順番にいろんなもん。はい。それもいいです。とりあえずこの辺はノルマだからね。なんかまだ早いって。置いちゃうな。うん、風が強い。でも寒っ。これ夜耐えられんじゃん。これ夜入らへんか、ここ、うん、ちょっと多分癖があるビールですけどね、これ。うーん、冷やしすぎない13度。絶対そんな温度じゃない。そうですね、冷え冷えの夜な夜なエールで。あの、本来は多分違うんでしょうけどね。生ぬるいビールってでもの あんまり飲みたくない。もうちょっとこっち開けそうになったでいいもん。早くも。今目の前やって、こっちの目だったけ、こっち行ってやいいって。じゃあこれいただきます。いただきます。第2弾。毎回心配する。これも言わんかったもん。あ、なるほどね。いろんなもんが入ってるね、これ。うん。あ、でも確かにこれ冷たすぎて分かんないです。あの、もうちょっとぬるかったらもっと分かるんですよ。うん。冷え冷えすぎだよ、これ。ちょっと冷蔵庫入れすぎた。ちょっとフルーティーで美味しいね。うん。フルーティーなやつってあんまり冷やすと、あの、全く味が分からない。損なわれますよね。そうそうそう。うん、良さがっていうか。あれ、小鳥もあれよ。ちゃんと予約をきっちり電話に出て取りゃええけど、取らんけ埋まらんのよね。なんぼゴールデンウィークでも。取ってたら絶対埋まってるでしょ。だってかけてもかけても繋がらんのじゃん。だってもう昼にかけるか7時頃かけるか。面倒。昼はあれでしょ、12時から1時の間でしょ。あ、手書き、手書きで可愛く書いてるでしょ。可愛いじゃん。なんか可愛かったんだよ。可愛かったですね。こういうとこっすよ。大事なのは。大事なのよ。そうか、これこういうの入れない方がいいですね、これ。まあ、今はね。うん。夏はあれかもしれないけど。こっち入れるか。あ、ちょっと俺、ね、大丈夫？あれ持ってきました。あの、ゴミ袋。ああ。いや、貼るなって、そこに。とりあえず、あの、考えてるのはクーラーボックスに貼ろうと思う。うん、俺も大体クーラーボックスあるよ。よいしょ。自分のステッカーを持って。俺も作るかな。作ろう。うわ、寒い。マジ寒い。寒いっすね、確かに。メガサ寒いんだけど。メガサ、出た。寒いな。ここでもあれじゃないですか、キャンプ場作って確かに綺麗だけど、この爆風なんとかしないと。走る走る。とりあえずとりあえず爆風といえば、とりあえず爆風といえば、爆風といえば、ちょっとのんびりアジフライでも食べよう。アジフリア、アジフリア食べますわ。キュウリ、キュウリ。あ、確かに冷たくなくなると、ぬるくなるとやっぱり香りが出てくるだろう。うん、出てきますね。お口するんだよ。お口モンダミンですか。お口クッチクッチはイモリミユケコマーシャルでしょ。違うだろ、しまだ。いや、してます、してます。お口くちくちモンダミンとか、それぐらいの時ってなんかあの、ホットドッグとかがあって、うん、なんかあれですよね、身だしなみとかなんかそういうのを気にしてる時代ですよね。ああいうなんか、専門雑誌じゃないけど、はいはいはい。
でもそれ見てね、なんか買うやつがおるんだけどね、こんなとこで来たら浮くだけです、ね、でも10代20代だったら確かに、なんかそういう周りの目というかあれが気になったんだろうなと思うけど、今じゃもう全然ないですもんね。一桁から40代まで一気に飛ぶ人だから、ね、確かに20代30代ないやん。20代じゃない、これは何小学校からいきなりあの30代の後半だけもう青春時代なしでいや臭い飯食っちゃったんかもしれない。少年 A か俺は心だけが心と下半身だけは少年 A。 怖いだね、お日様高いのに何言うんかね。やっぱり君が入ると P が入るんだよ。俺はどっちかって言ったら、サダさんに言わせるためにこうね、私を持って振って振って、サダさんが拾うであろうっていうのをこう、で、P が入るようになるんだけど。誘導尋問ですよ、だから。誘導尋問、ね、被害者 A。被害者 A。被害者 A。最後は外車になってるんでしょ。仏に。うん、仏。仏。なんか55になって無性にピアスが開けたくなって開けたけど、うん、誰も見てみるのに。アラガン？アラウンド感激？秀樹感激？秀樹感激？いやアラウンド感激でちょっとついてるから撮ってみましょう。これ撮る撮る。これ今何日目ですか？これが月曜日に開けたけ何日か、今日の日曜日か、6日目か。6日目ファーストピアスだけ。次はチタン、これ抜いたらチタン、チタンピアス。多分それが太さっていった16とか18とかなんですよ。あの G は何だったっけ、あるよね。ちょっとずつ下がっていって18、16。あ、サダさんチタンだったらうちチタンコーティングのドリルがあるけど。あ、ほかお前はあれで穴開けてチタンコーティングだろ、チタンじゃねえやないか。あの、申し訳なさせんのにチタンがコーティングしちゃうこれはチタンではないよ。金色だったらちょっと嫌味っぽいじゃん、なんか、まあね、いやここは金じゃないですか。金かね、やっぱり。あの逆に嫌味っぽいのどんどんいきましょうよいや、マジか金にしてからヒサロいきましょうよ、ヒサロあの、タツニーみたいにしましょうよ俺これまだ飲んだことがなかったんで初めて。それまずい。あ、そうだくそ、構えに近い失敗した。あんまりね、言うほど美味しくない。いや、一回飲んでみたかっただけだ、うん、初めてだけ。あ、これね、冷えて泡が上がってこんけ。大したことない ね。なんかあ、上がってきた。ええ、ちょうどいいぐらいの温度。でもツイッターとかでめっちゃうまいみたいな人いっぱいいましたよね、うん、でもね、美味しくない。あ、そうなんですか。入ってるはず。はず、はい、後で入ってない。入ってなかったら、えらいことですよ。えらいこと、はい、ごめんなさい、あの、あれ流れるんで、あの、サラさんに謝罪動画を出して。俺が謝罪するんか。この度の音声を誠に申し訳ございません。土下座して、ちゃんとスーツ着てもらって。土下座かい。笑かすの、なかなか。この辺り泊まりなんだろうね。でもあって、なかなかテントとか建てられないの見ると、いいっすね。何、なんか初々しくて、初々しさがなんか楽しそうじゃないですか。いや、二度とやらんっていうか、あれ一歩間違えると、あの、夫婦喧嘩のもとって。そうですね。そう、なんかしかもやっぱ慣れてくると節制とかできて当たり前だったりするじゃないですか。でもできるかどうかっていうところがまたなんか、ね、楽しいじゃないですか。そうそうそう、っていうのがなんかすごい感じますね。だって俺最初に買ったのコールマンでも一人で立てるのに、あえ、コールマンのツールームじゃなくて、これを前に立ってた、ウェザーマスター。あー、あれもう買った時には生産中止だったよ。あ、そうなんですか。多分値段変わらん。そんなにするんこれ。はマジっすか。高っ。高く見積もって3万っていうあれを出してたんですけど、俺も大体そんぐらいかなと思ったら高っ。これちなみに何ていうところのやつでしたっけ。これパーゴワークスっていうところの。パーゴワークス、忍者テントっていうやつ。これは忍者テントって書いてあるんですよ。忍者テントってなんか聞いたことあるぞ俺。ここやる、ここや、忍者テント。これツイッターかなんかで見たことありますわ、忍者テントって。
タープもあるんだけど。なるほど。あ、忍者タープ、忍者タープなんか。忍者タープもあるんだけど。なんか気持ちいい由来のあれがあるんだね。通気口が。へえ。ポール忘れた。なんでこれこんなに高いの？あのナイロン、シルナイロンでって。あ？あの生地がスベスベしてるやつなんですよ。手触り違います。すげえ。これなんか縫製すごいめんどくさいらしい。触っていいですか？お、お前なんだこれ。え、これ何？湯を弾くとかそんなんじゃなくて？で、薄くって軽い？は？薄い。軽い。薄ゼリアコード。0.1 0.1 か、そうか。0.01 じゃないあれ。いや、ごめん。よしだ。これ出してるメーカーあれですか？岡本ですか？岡本。そっちできたか。そっちできたか。そっちできたか。やばい、怒られる。そんなこと言ってたら。怒られる。メーカーに怒られる。俺も今オークション出したらええ値段よ。ここはねダメ。ダメも。あ、これ？これ。あ、そっちは。そうですか。テントはね、あの転売禁止なんですよ。これ？うん。なんかロットナンバーかなんかついて。全部、ね、ロットとあれ、通販しかないから。あ、そういうこと。メーカーの、あの直販サイトしかないけ。これオークション出そうや。わあ、多分2万ぐらいになるんじゃない？これ。倍ぐらいになるかもしれない。寒い、マジで寒い。あんまりうまくないな、ほんと。美味しくないって言ったらやないか。うまくねえな。俺が買う気の高いって言う気、はい、もっと高い値段を言うかなって言うんで、ワクワクしとったんだけど、3万って思われちゃったと。いや、大体そんな。いや、まあ、そんなもんかなって。うん、いや、でも3万でも高いですよ、結構。さっきの触った感じだと確かにちょっと違いますわ。普通のあの、こういうやつじゃない、俺が持ってるような。うん、ポールもだからジュラだし、ジュラルミの。ああ。いや、そう、なんかね、ポールが高そうな気がしたんですよ。なんか、普通のアルミのやつじゃなさそうだなと思って。でも、キャンプブームも、ブームってなって、ね、すぐ終わるんかと思ったけど。なんか、長いね、今回はね。前、第一次キャンプブームはあっちまでだったけど。あっちまでだけど。いや、本当、あっちまでかなと思ったけど。今回は長いね。長いね、うん。まあ、コロナも重なっちゃうけ、なおさらあれと。終わらない、収束しないでもあるけど、で、あれじゃん、わりかし入りやすいよ、キャンプって。ハマる？ハマってるね。あれがもう出た、これも出た、あれも欲しい、これも欲しいって。そうです ね、 なるよね。ほんでやっぱ旅行とかと結構被ってるところがあるじゃないですか、だからそういうのもいいんでしょうね、その遠出したいとか。今キャンプ場あっちこっちいっぱいあるしね。まあまあ、その分マナーも低下してるけど。うん、そうです ね、まあ、その点こういうところはね、お値段もお値段だし。俺最近ツイッターで見たのが、あの山中湖だったかな、山梨か、ヒトサイトで多分1万円とは高っなんですけど、1万円がひどいっていう意見が、まあ、大半だったんですけど、多分おそらくですけど、そういうなんかいろんなブームがあって、ゆるキャンとかもあって人がめっちゃ来るじゃないですか。そういうことか。で、多分最初1000円とか2000円だったらしいんですけど、多分それだとめちゃめちゃなやつがいっぱい来るから、1万円とかにして、もうそれでも来たい人だけ、来たい人だけっていう。で、別に来なくてもいいからっていう1万円だと思うんですよ、俺は。だから、それはそれでありかなと思って。それ静かに過ごせて、そんないいところでできるんだったら1万円でもまあ安いよね。ねえ、ふもとっぱらみたいになんかもうぐちゃぐちゃになるんだったら、そっちがまだいいかなっていう。あそこもいいよね。爆風ってまたね、風も吹くしね、あそこ。行って一回は行きたいんだけどね。まあそうですね。4日は欲しい。13時間かかるからね。移動日、移動日で真ん中に2日か3日欲しいじゃん。途中で琵琶湖かもうちょっと過ぎたところで泊まれば次の日めっちゃ楽だから。あ、そこまで行けるだろう。でもそれでも2日かかるじゃないですか、片道で。って考えたらやっぱ4日か5日ないと無理だと思う。2泊して、あと移動日、移動日、5日は絶対にいますよね。で、帰ってきてから人間の人間が人間が確かに。まあ、佐藤さん変態ですよ。変態の変態のって。ステッカー5枚は誰か会った人にで、5枚、5枚。
5枚をプレゼントにするか。寒っ。寒いね。ちょっとなんかこれ着た方がええ。寒い。それは着た方がええと思うよ。しかしな、今日まさか酒屋であのしまちゃん動画見てます。あれはちょっと笑った。さすがだね。いや、この間のキャンプの時もそうよ。彼女さんですよねとか。俺はあんまり声かけられんのだけど、話しかけにくいんかの。まあそういうオーラが出てるんかもしれん。しっか話しかけるなよお前みたいな。そういうつもりないんだけど。ハモうまいよ。ハモうまい。これ食べて。ハモ。あ、マジですか。ちょっとじゃあいただきます。食べて。ハモめっちゃうまい。メガッサ、メガッサうまいですか。あ、ちょっと待ってですね、これをちょっとちょっとこれ返しとこう。これ気になるけど、これ飲んでるか。早っ。いや、なんで飲むもん。もう、もう、あるっちゃ、この中に。じゃあ、いただきます。あ、そっか、俺まだビールほとんど手に来てなかったんだけど。もう、な、うん、アルチューか、お前。うん、アルチューハイマー。そっちもある。コップだけってうまいよね。コップだけうまいよ。実はうまいんじゃない？うまいよ。意外とうまいですよ、ね。やばいからね。普通にうまいんですね。うまいよ。これに言ったらもうダメなんだ、人生ダメなんだって思いよったけど。まあ、あの、いや、俺はまさにそうっす。ね、あの、カップ酒とかまさにそう思ってましたもん。ね、でもうまいですよね。で、大体あの、あれじゃん、もう金のないのおっさんだけど、そう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 。で、こう、ジビジビジビ。それ出すかな、僕。じゃないんだろ。ん？なんか開けちゃったじゃん。YouTube、これ前、その前に作っちゃったんですよね。あ、これ前、あの、あそこにあるのが、工作のやつです。はい。あ、あんまり大きくないんだね。あの、たこ焼きくんの手の大きさから見て、あんまり大きくないんだろうなと思ったら。え、それこういうの売っちゃう？え、このキットがね、売ってたんですよ。売っちゃう？うん。中一応ね、こんなになってて。はい。ちっちゃいけど結構入るんですよ。おお、あ、こんだけ入ればもう十分かな。ツーリングキャンプとかはいいかもね。でもね、ツーリングだと多分これ持ってくのでかいんですよね。そうね、あの、多分パッキングするときに弱いと思う。ああ、そうそうですね、うん。あの、力が入ったらね、多分ね、ぐちゃぐちゃってなる。そう、しかもボンドで止まってるだけだから余計に。あれ、クロバワークスってあれ、ん、豚こえ、ん、じゃない、え、青春豚野郎の、そう、あれ、あれ、あそこだよね。あれも綺麗だったもんね。でも今回はあれが一番、俺個人的に季節に恋してる。季節に恋して終わりました。違う違う違う。ようやく終わりました、あれ。ようやく終わった。でもあの、季節恋すっごいって、円盤の売り上げ半端ねえって言うと。だってこの時期、このご時世で万いったんでしょ、確か。万。万あれ、あの、限定であれ、抱き枕がついたけよ。え、まんま売れたんですか。1万超えたって言うよ。へぇー。いや、今から高いんよ、あんだけ売れるのって。2000とか3000ね、よく売れてる2、3000枚とかっていうのが万いったって言うんだけど、全て売り切れたって言うんだろ、あれ。もうあれ、もう終わったよね。ショップ限定とかね。へぇー。マリンちゃんの抱き枕はあれしかないで。あの原作本もメス、メガス売れるって言うんだろ、あれ。単行本。あ、そうなんす。へぇ、10番がすげえって言うんだろう。間に合ってないでしょ。間に合ってないって言うんだけど、今でも、ね、電子版があるからね、どうしても読みたい。両方売りよるけね。消えてるな。ついてるんだろ。ついてます。あ、ついてます。煙出てます。火のないところに煙は。じゃあこれでタイマー、アイヤしばらく、アイヤしばらく、開けた時は火が消えてたっていう。血が待ってるんでしょう。今回あの着せ恋が水面ってったね。あ、86のラスト見た。うん、目が泣いたんだけど俺。あれは感動だったね。あのアニメ史上最近久しぶりだね、あの時感動したの。86、ね、引っ張られてね、86って書いてる。はい、86どんなやつですか。あ
人類ロボットも作ったんだけど、ロボットに変されるっていうか、AI にっていう、そうそうそう、アマゾンとかでも見れるんですかね。あ、マジですか。ハモは最後1個しかないです。あら、ハモもみんな食わないですか。多分出るよ。あ、マジですか。カナさん2つ食ったで、4つしかなかったんだけど。あ、じゃあいただきます。チーズもんだけどね、うん、ん、あ、ごめん、あ、いやいや、ゴミ、その、見えたらちょうど見えたんだけど、ゴミでもらおうかと思った。ゴミここいっぱいあるよ。はい。あ、でもこれ、でも佐藤さん入らんよ。は？それは俺はゴミみたいな人間だけどよ。まあ、まだ、まあ、思ってもそこまで言ってないですよ。口には出さなかったことを。早いよね、佐藤さん。振っといて言うな、お前。なんかこれ、はまりそうだ。カップだけうまいって、また海外に歩いて。ほんまうまい。カップだけうまいよ、ほんとに。安いけど。やべえ、なんかはまりそうだ。いや、しかもね、あれなんですよ、結局あの瓶の酒って量多いじゃないですか。だからこっちの方が絶対飲みやすいんですよね。だから俺結構偏見を持って見てたんですけど、意外と結構経済的というか、なんか飲みちょうど A ぐらいだよ、うん、飲み足らず飲みすぎずっていうこの量。だからやっぱ大人の飲み物なんかしないですね。本当の意味で。あの、なんか駅とかでパカッと開けたなんか、なんかただのアルチーの飲み物みたいな感じがしますけどね。あの、はたから見たらそうじゃん、このおっさん家までモテんのかっていう感じに見えるけど、安いじゃん。結構いや、うまいよ、俺ワンカップとかよう買って飲みよったもん。鬼殺しとかのパックとか。初め、俺初めて飲んだ。そうだよ、飲んだことない。今まで飲んだことなくて、初めて、本当初めて飲んで。あれ、鬼殺しのパックとか飲んだよ、ストローさしてるの。めっちゃ鬼殺しのパック。俺、一昨日鬼殺しのパック3本飲みました。いや、ストローは使わないですよ。あの、ストローを使うと、俺多分人として終わるなと思って。いや、あれがうまいんだって。マジですか。いや、俺、もうコップでこうガッて。風邪なら巻き替えに行くか。これでも90円だったね。マジですか。いや700なんぼだよ。え、巻き人多分俺見た時990円で買えた。770円。あ、じゃ違ったのかな。俺、まあ、パッとあの入り口は700円だね。あそこ見たらなんか990円って書いてあったよね。木の種類じゃないそれ。しかしあれだな、風が。いや風がなかったら焚き火できるけど、この状況で焚き火する気にならないもんね。ねえ、風が止む気配が全くないんですけど、やむのかな。同じ方向だったら俺これ人脈張るけどさ。はいはい、傾き変わったら意味なくなるじゃん。そうですね。たまにアマゾンでこうなんかこれぐらいの背の高さのやつ売ってるじゃないですか、うん、風よけ、あのこう周りでこう囲うような、うん、ああいうのも今度考えてもいいのかもしれないですね。俺買おうかな。人脈もでも結構いいよ。あれば違いますよね、全然風で。あんまり高すぎるとやっぱり面積が大きいと力がかかる。 ある程度低い方がこの座った状態で頭ぐらいがちょっと覗けるぐらいだ。あ、今日まだ買ってきてますから、あのキノコの山とタケノコの里。出た、はい、僕は絶対これなんで。論争が起きる、論争が、はい、戦争しましょう。戦争、よろしい戦争だ。戦争しましょう。戦争が好きだっていう人間。あー、寒い。パーカーやっぱいい。めっちゃ暖かいですよ。あ、着てみます。いやいやいや、いい。え、いいですか。もうこんだけで全然大丈夫です。あったかいんだから。やべえ、うまかった。いや、うまいって。ワンカップは普通のワンカップでもうまいのに。あ、これうまかった。ドツボよ、ドツボ。それまた使えるしね、コップで。やべえ、カップだけうめえ。でもうまいっつったやないか。いいカップだけ。やば。だけど俺極力買わんのに、あれカップだけ。これ買うかもしれない。あれ、これは何、インナーはあるの。インナー片方作れるんじゃないですかね、これだったら。これかっこいいな。見せてもらっていいですか、テント。これインナーがあるんです。あー、余裕でいけるね、これ。すげえ。怖かったらね、ガイロープあるところもたくさんあるし、ね、風相当強い。でもこれでも風吹いてもびくともしてないもんね、この状態でもね。へえ、いいな、すごいな。ねえ、ね、やっぱり。ありがとうございます。興味持ったら聞いてみてっていう、うん、あれ、うん、サーカスかいね。んあっちか。あれサーカスじゃないよね。違うと思う。あの色ないでしょ。いや、ある。
ある？うん。俺のテントが一番水漏らしい。俺のテント？俺のテントが一番水漏らしい。一番ちっちゃいんだろ、俺の今日。どこを見ても これだけ小さいテント俺だけだよ。俺ポテト買ってこい。何？また買いに行くかよ、ポテト。いや、なんかもう料理するのめんどくさいから。あと何？福ちゃんが肉焼くんか。肉焼く、うん。サーカスの中で肉焼かれても困るじゃん。いや、外、それは外で焼くよ。バン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 3巻やるよ。寒かったら、もう今逃げ込むならサーカスが一番ぬくいよ。おお。今よりもうちょっと我慢して。ね、もうちょっと食うだけ、外で食うだけ食って、寒くなって、日が暮れてから入った方がええと思うんだけどね。そうですね。じゃあ。5時だったらもしかしたら待ってるかもしれないですけど。4時ぐらいまでじゃない。まだ空いてるだろ、7時ぐらいまで。いや、道の駅やってないか。管理事務所5時まで。じゃあったら、もう薪も買えんちことか。うん。焚き火はええか。うん。順天堂かあれまで買いに帰れんの。この薪カフェだったら。いや、でもこれ、焚き火無理じゃないですか、ここ。多分。このまま吹くじゃろ。俺もうだから花からだって薪から何か炭火何も持ってこんかったもん。あ、俺も薪持ってきてないです。全然。今日無理だと思ったもん。あれを持ってこようかと思ったんだけど、オガライト。ああ。オガライトだと。でも風が強いから。こっち吹いたら他のテントに行ってもあるじゃん。散歩行く？散歩。いや面白いと思う。おじ散歩。おじ散歩。木炭だく木炭。いや、これもね、火花がめっちゃ散るからダメなんですよ。あ、俺もそう思うよだけど、そうでもないね。そのピンクカシャカシャの割にはそのすかしてないよね。おお、綺麗だ。やっぱここいいよ。おお、いいじゃん、ロケーション。ここで酒飲むのが一番いいんじゃないですか、結局。なんかここテーブル置いてさ、椅子持ってきてここで飲む。あ、下手したらここがなんか風防になってくれるんじゃないですか、この堤防が。ここしたらなんです。ねえ、風来ないですよね。多分ね、階段に座ってやるけど一番風来ないよね。ああ、ほんまっすね。多分もうこの状態が一番風来ないよね。あ、来るまあ夏だろうね。夏とかだったら最高だね、これ。夏になったら風は吹かないんですかね。ああ、前来た時吹いてなかったな、そういえば。冬だけ。ああ。春特に吹くけ。確かに。ちょっと明るいうちであそこまで行ってみたいんだけど、俺。どこですか？端っこまで。先端まで。先っちょだけ。絶対先っちょだけって嘘よ、ほんと。仕事で絡めるんだから。守れない約束を。守れない約束。あそこのオレンジの音。あ？オレンジ一人しかいないですよ。怖っ。テトロポットめっちゃでかいじゃないですか。でかいだろ、ここのテトラ。ちょっとびっくりするぐらいでかいよ、これ。やっぱ日本海だけ違う。すごい。テトラでかっ。炙った。炙った。腸が消えてる。こいつですかね、炙った。それ炙ったよね。なんかこれ固定しちゃうの。固定しちゃうの。なんかタヌキの出来損ないみたいな。ね、多分耳とかもげてる。取れたんでしょうね。かわいそうに。でもめっちゃロケーションがいいんだけど、これ。ここめっちゃロケーションいいよね。うちの取引先の部品屋の女の子に、マリンちゃんそのままの人がおるけど。女の子ですか？ピアスでゲーっといっぱい入れちゃって。髪もこの辺の先手だけ色が違うっていう。ああ。そのままマリンちゃんやないといい。エンディングのね、博士あかりか。うん。ああ、見た。まんま。うん、まんまだろ。あの子綺麗よね。あれもレイヤーなんだろ、あの子も。みたいですね。俺もマリンちゃんっつったらパチンコしか思い浮かばないですよ。海物語。海物語の魚群がバーッて出てくる。いや、あれは久々に大当たりのアニメと思うけどね。マジですか？まあ、原作が面白かったっけ。俺もこの間なんかツイッターでさ、柴田の絡みでなんか女の人やなんかで、はい、ヒロさんだったっけな、なんか千葉県から。
キヨさん、はいはいはい、千葉さんの方だけしか見てなかったから普通にあ、じゃあ、いや、いいですよ、使ってああいうの巻き込みで、あの巻き込みとかって言うんだなとかって、あ、失敗したなとかでもなんか、あれですよね、そのステッカーも欲しいっていうね、言ってくれる人がいたりとか、嬉しいですよね。だけど、個人的にはあの送ろうかなとかって、あ、まあでも俺はステッカーくれって言った人にはあげようかなと思うけどね、うん、お受験のステッカー。いや、そういう意味ではやっぱ自分が作らんやなって4枚ぐらい飛んでくる。ああ、福さんステッカーですか。佐藤さんの絡みでこう見てたらね、俺のも作れって言われちゃう。だコンプリートした人もいるだけ。ああ、言ってましたね。3人のことね。ファンがついてくれるのがすごいよね、おじきゃん自体。いや、ほんまそうですね。最初何気なく始めたのに。ねえ。いや、今日でもさ、あの島ちゃんの方のね、あの視聴者なんだよって。福さんで佐藤さんも福さんで。やべえ今日でもね、あの酒屋で会った人はあのステッカーを渡したら、あ、これが例のみたいな感じで言ってたから、いや、あのそのステッカー作って、だからツイッターとかも見てるんでしょうね、きっと見てくれてる人だと思いますね。多分ツイッターで多分、いや今日もらいましたって上がったらすぐでもなんかあれっすね、今回このタイミングで作ったから多分あのデザインになったから、まあちょうどよかったんかなと思いますけどね。もっと早くに作ってたら多分このデザインになってないですもん。あの大体キャンステってなんかこうポップな感じじゃないですか。絶対逆言ってやろうと思って。だって俺もわざわざだからこういうもうタダっていうだけのにした。ああ。それと俺は逆にあの自分のあのツイッターとかあのフォローしてる人のあのイラストレーターさんとかいる、あ、はいはいはい、ああいう人に逆にこう依頼して、あ、ちゃんとしたやつちゃんとしたの作ってもらっても面白いかなっていうのは自分でその分価値があるかなって、ね、思うけどね。だって俺ももうサダさんで売れとるけど、サダをのけるわけでいかんせめてダダさんぐらいにしようか。ダダ白黒の戦わないけじゃないかよ。でも初めにしっかりあのイブシとかにはいけんかったね、鶴屋さん。鶴屋さん真っ黄色になりますよ、鶴屋さん。鶴屋さんの何するかわからんのだけど、俺も今の見たことないんだけど、この人、ああ、下着なんだよ。禁断の行為じゃないですか、それは。いや、本当に見て、ほら。マジですか。ほら、え、あ、お前はちゃんと作ってんな、それ。いや、俺も今まで見たことないんだよ。見て見て、ほら、いいってば。ちゃんとちゃんとすごいよ。その中身の具を見てみたら見てほしいんだよ。ちょっと。でもよう作ったよこれ。ねえ。ね、いや、やっぱ多分紙の造形とかもすげえこだわってますもんね。これね、うん。これ本当にあのメガスター似合ってるだろうなとか監督。あのこう髪の毛をこうバッてやった時のやつですよね。その瞬間ですね。その瞬間。今回でも初めてじゃないですか、こういうあのフィギュア系が出てきたの。本格的な立体的なやつはね。ねえ。俺プラモ持ってくるの忘れた。ガンプラかボトムズしかないもん。あのうちにあるフィギュアどもはどうするもんかって悩むみたいで、捨てるわけにもいかんしさ。しっかり上がったやつ。そういえばあそこのレストランは空いてるみたいだったっすね。あそこのレストラン。結構。空いてる。あの温泉があってそこの下にレストランあるじゃないですか、うん、あそこ空いてましたね。あ、まあ、温泉が多分8時ぐらいまで空いてない、うん、箱使う通るし、なんでこの中は箱使う通るよ。なんかぐるーっと回るんじゃないん、あそこ向こうに出られるけ、なんかさっきからポルシェだったりね、うん、なんか回ってみたいんだろ。 でもなんかこうするんだったらやっぱなんかあのキャンプ場だけの車の出入りにした方がなんか、うん、ええ気がしますよね。だから夜中でも車入ってくるよね。多分入ってくる。いや多分だけ閉めるのか。ああいうのだけ時間が車の移動なんてまでって書いてあったから。なんか どっか金持ちか。極端よね。コツコツやるか。はい。あれすごいな。おメスティンプレゼントすげえよ。ラッキーラッキーですね。ラッキーじゃん。じゃあ、本当ですか。いや、どうぞ。よかったね。いえいえ、ぜひぜひ使ってください。ハンターっていう。ああ、
へー、茶色いテント。茶色いやつね。そうなんだ。2人ですか？あ、そうです、今日。へえ。2人で。春休みじゃけ来たんかな？1年生になるから。あ、1年生になるの。あ、うちと同じですね。1年生になるの。おめでとう。ありがとうございます。いやいや、どうぞどうぞ使ってください。じゃあ、すみません、お邪魔しました。いい。暇になったら来て。あ、そうそうですね。全然来てもらって大丈夫なんで、はい。2人なんだったら、ね、落ち着いたら一緒にまたやりましょうよ、ね、うん、もう僕らもうここで飲んでるだけなんでぜひぜひ。うわ、もう今日が、今日快晴だね、これ。快晴ですよ。風があるからダメじゃん。ああ、そっか、揺れるのか、うん、揺れる揺れる揺れる心一緒の歌を歌うなしかも俺がカメラ移動させようとした瞬間に歌うからな、うん、ムーディー、あ、結構あるね。なんだかんだ、この鍋買ったのにほとんど使ってないもんな。チートゥーサミットの。これね、使えよ。でもチートゥーサミット好きっすよね、福さん。うん、結構なんかいろんなの持ってる。マットとか。あ、これね、こうできるんよ、ハンドルが。へ、ああ、その蓋が。蓋の上でロックできるから。もう、なるほど。こんな寒いんだって。だったら豆腐とか買ってくれよかったな。あ、それだったら湯豆腐とかいいかもね。ねえ、これでロックできるから、その辺はね、よくできてる。外れるんじゃない。ここでロックができる。いやいや、あの、すっぽり取れるとか。あ、それはないですね。やっぱここは、こっち側は完全にロックしてるから。なんか、キャンプ場であの何でも屋みたいな人がいたらいいのになと思いません？なんか買い出ししてくれる人ちょっとお願いします、ね、お願いしますっていう。ちょっとタコでもいいけど、ね、そうそう、あの豆腐1個買ってくるの500円でもいいからちょっと欲しいんだけどって、はいはい、多分商品の値段プラス500円じゃない。そういうことあるよ。でも1回の買い物で1000円払っててもなんか言ってもらえないですよね。あの酒飲んでるし行かれんし、ね、うん、めんどくせえって。やっぱ風強えな。湯が分かんねえよ。強いっすね。おう、ユーってなんか言ってますよ、後ほど2人ともスルーしましたが泣かないで泣かないで。あ、洗い物でお湯が使えるの最高だね、ここ。あれ、うまかったね。お、ちょうど引っ込んだね。今ちょうどいいぐらい、ほらほら。あ、いいじゃないですか、あれシャッターチャンスっすよ。まあ多分上がる間に沈むよ、もう早いけど。つるべ落としだから。出た、つるべ落とし。ショック出ですか。ショック出ってる。あれもう見えんもん、ほらほら早いよ、ほら。あ、ちょっと取ろう。あっちまで行く。あぶ。おー、いいじゃないですか。いい景色が広がってますよ。そこで良ければ群生になってるかどうかがちょっとあれですけどね。あ、匂いがするね。うん、あ、ちゃんとなってるじゃん。そんなきつくはないと思いますけどね、うん、ちょっとあったかいもんね。うめえどんだけ寒いんじゃないか。なんか違う味になるね、キャラメルコーンは。ねえ、なんかちょっと違いますよ ね。でもこれはこれで、ありがとう、うまい。あ、寒かった。どうした、パンティーストッキングでも履いたの？ダウン履いた。あの、ネイチャーハイクの。ネイチャーハイクの。おお。こんな感じ。ダウンだから全然違うでしょうね、一枚履いたら。1枚履いたら全然違う、風が通らんで、うん、やっぱりあのワークマンの1500円じゃん。あー、まあ、ワークマンの1500円じゃダメだね。防水パンツじゃダメだ。カトリ前後でやったらいい。ちょっと微妙、心理行だそれ。心理行でこうやって、ちょっと心理行絶対食えんだよ。今日心理行ないわ。あ、でも全然違う、あったかい。でもあっても心理行いるよね、多分。もう多分そうでしょうね、こんだけ暖かくなったら。月末は多分いるんじゃない。うん、いやー、今顔か看板かぶりに悩むんだけど。おはようからお休みまで。うん、それ顔じゃん、それ。あれ、
受けたんだから困った顔しないで。いや今のはあの多分失笑的な困った顔しないで困った顔しないで顔だったかライオンだったかどっちか分かんなくなったんですよ。しかもおはようからお休みまでライオンか顔じゃなかったね。顔じゃないですよね。あ、じゃあ俺が張ってたんだ、うん、正しい。うめえべ。あ、俺ももらおう。うめえべクジラ。うめえべ。うめえべ。うめえべ。乗り物ですか。うめえべ。俺がまた言い出すから。そののんのんとか言い出すから。じゃあちょっと長門橋ですか。あ、うまい。長門橋？長門橋じゃないのこれ。にわか先生？長門橋って書いてありますよ。うん。今日はい、にわかせんべいの話をしてる。にわかせんべいって知ってる？あれっすよね、なんかお面みたいなついてるやつですよね。そう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 。じゃあこの飲んだらダメ人間になるって言われてるこのグラス酒を。グラス酒うまいよ。グラス酒あーうめえ。ダメ人間だけでもうダメ人間だね。もういやでもあれっすよね、あのそう思ってるだけで実際うまいって結構あるっすもんね。いや本当にうまい。いやこれマジでうまいと思う。飲めるというか。マジで俺今日はこの一瞬のカップだけは。あれ初体験にね、目から鱗がうまいのに知らんのかい。ほんともったいないよ人生。あんなもん飲めるかって思ったのがまさかこんなにうまいって思うと思わんかった自分。でもこれで人生得しましたよ。得したね。美味しさが分かったから、うん、あのカップだけ本当にうまい。ちょろっと買ってすぐ飲めるってさ。あとなんか干物でもあった日ね。もう転落の意図だけど光駅過ぎてじゃなかったかな。あっちの方になんか移転してるはず。店舗がえんおー久しぶり。お久しぶりです。久しぶり。なんかすぐ分かってくれた。飲める来てくれたね。わざわざありがとう。あ、今日お兄ちゃんは。お兄ちゃんは。お兄ちゃんは。お兄ちゃん来てないんだ。お兄ちゃんは。ちょっとね、用事があって。楽しみにしてて。お兄ちゃんも会いたかったのにな。こっちはもう普段系。あれそれおじキャンステッカーですか。おじキャンステッカーは、まあ、あ、じゃあおじキャンステッカーこっちで渡し。ああ、おすげえ。お兄ちゃん分はいらん。お兄ちゃん今もらっていいの。もらったお兄ちゃん分いるならもう一枚あげようか。いる。喜びます。じゃあこっちもお兄ちゃん用にもらうもんはもらう。これがあのおじキャンステッカーと。いやー、これ俺のはい、ありがとうございます。あとね、最近奈良行きまして、うん、慣れた時にあのもし使えばなんですけど、これ使えます？え、買ったじゃん。はいはい。俺も持ってるんで、これ。だって動画でめっちゃ見てるやつ。あ、そうそうそう。あの、よかったじゃん、来て。めっちゃよかったじゃん。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。よかったじゃん。すごい、なんか来て、そうそう、お土産だらけ。ちょっと待って、椅子。なんか差し入れ、マジで。ちっちゃいですけど、こっちを用意これですか。おい、いただきました。おいそうそう、明かりをつけると暗いわな。これ美味しい。これあ、ありがとう。おぉ、これ温めてからなんかこう、湯煎するそのまま。湯煎でもいいかもしれんですね。いや、それこれやるんじゃない。あんた、うん、先八九時がまあ、そのままでいいじゃない。ハチクジがあって、ハチクジ、ハチクジって出てくるのがすげえな。あ、つばさん。速攻出てくるのがすげえ。さすがだ。さすがだな、みんな。話が早い。話が早い。ああ、気をつけんといけんっていうね。ここも今、そこも宅配所も閉鎖になってるのがなんか、コロナって。そうそう。うん、だから本当はここで食材買ってここで作ろうと思ってたんですけど、もうそれも全部ダメだったそうなんで。あ、そうなんだ。うん、乾杯。
普通に作れっていうか、俺はあのダメ人間なんで、あのグラスだけを飲んでますね。懐かしの顔かもしれない。うまいんだこれが。うまいですね。あ、すごい。ハッシュ、ハッシュ、ハッシュ。これあともし食えればキャラメルコーンとバターピーナッツを。あ、お菓子のやつ、ちょっと。ね、ありがとうございます。ちょっととりあえず。ありがとうございます。食っちゃって食っちゃって食っちゃって。あこういうの入らないだろ。そうなんですよ。どこに置くべきか。この辺に置いとこう。ワークのやつね。こないだ誰かなでしこになってる。ポール。お前じゃそれ。そうそうそう、ポール。そのままで。肩に来るよこれ絶対。誰か止めてよ。止めねえよ。誰か止めてよ。止めねえよ。誰か止めてよね。止めませんけど。見つめ合う二人。おっさん。福ちゃんが変態だとしょうがないよ。そんな褒められてない。本当はあの、もみじおろしとかがいいんだけど。ああ、さすがにそこまで準備できんか。ポン酢で。ポン酢忘れた。嘘。さっき食いましたよね、ポン酢。さっき、つけて食うよって言わないから。何わけのわからん、ボケ老人みたいな。突っ込むだろ。突っ込むだろ。ボケたら突っ込むだろ。もう鮮度がいいんだよ。鮮度がいいのじゃけん。もう一気に突っ込まない。一気に突っ込むからね。もう穴を見たら突っ込むしかないんだけど、このお父さん。なんか俺野獣みたいなやつ。野獣じゃん。ダメ。そうなんかすげえ目で鳥を求めてる。ホルモン出た。目と目で通じ合う。かすかに水っぽいって。水っぽい。薄まったんじゃ。一気に火が上げます。おね。やって今このすごいこのあるよ。なんかこの景色、このラインが今ブルーアワーだっけ。ちょうどミュージックアワー。ミュージックアワー、それ違うやろ。いや今日ね、薪誰も持ってきてないんですよ、うん、いや風が強いとか、なんかそういうあれで、うん、焚き火をやめようって個人的に思ってたら、なんだまあ誰が持ってくる。いや大体みんなそんな感覚よ。開いてるんだけど、もう5時で閉まってるから。で、あのここの管理棟も5時だったから早いから、うん、俺が行ってなかった時の同窓会かなんかに来てたことがあって、行こうか。え、なにそれ、行け、知ってたら絶対行ってた。何買ってきたの？パン買ってきたの？その時はだから、あとあんた肉屋かんね、あんた。そういや、そうだったね、うん、すっかり忘れちゃった。一応あの、温めてくださいって温めてもらいました。あた今言い落とした。あの、灰皿やるやつ、なんて言うてしまじょうじ。パチ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 の俺、名前が動かなかった。しまじょうじが浮かぶ。先にそっちの浮かぶ方がすごいよね。俺も今その方がすごいなって。まあ多分お前中まで通ったか。まあ切ってみれば分かるよね。薄いから大丈夫じゃない。薄 0.1 0.1 じゃん、 0.01 だって0.1 は厚い。厚い。はい、つまんない。あ、いや、つまんのか。ちょで、何でつまんこっち。こっちがつまめ。こっち。うまそう、うまそう。こっちじゃない。わさびにする。いや、このままでいける。大丈夫だよね。あ、うまっ。あ、柔らかいよ、この肉。だけあんまり火通してないけ。多分大丈夫と思う。いや、うまっ。うまいね、これ。めっちゃうまいね、これ。しまってもどう。じゃあ、いただきます。いや、うまいよ、これ。あ、おいしい、これ。飲め。止まってけ、止まって。どこに寝るんや、あんた。いや、自分車だって。あ、そうか。車中泊しようじゃん。キャンピングしようか。
寝袋あるよ。なんなら俺の車に寝てもらっても。あ、俺も寝れるんだよ、キャンピング。シャツ白状で。みんな、ベッドキットついてるよ。ちなみにね、今でも撮ってなかった。あ、よかった。撮ってないんだ。よかった。音声だけかなと思ったら、よかった。で今日ずっとマイクつけさせられてるから。マイクつけてるよね、ほら。マイクついてるよ。あれ、うん、マイクつけさせられてるから。これじゃなかったら、あの、正座だっけ。え、接近図ね。接近接近図は久しぶりに聞いたの、それ。でも、ここで撮ってて、マジで音声取れてたらいいんだけど。ね、取れてなかったら笑うよね。大丈夫、OK。OK、OK。あともう全部テロップで自分で。テロップ編集が大変だ。あの、音楽だけでお楽しみくださいみたいな。いや、そんなことはないんだけどね。クエ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 チョコボール。うるさいね、うち。うん、誰がうるさいかね。あんた、あんたに同じこと言うな。これパン、ちゃんとパンツもちゃんと作ってあげる。これ見て。本当だ、ちょっと見たい。ね、よう作ってやるよ。だってマックスファクトリーだけあげるよ。いいよ。なんかもう収穫がなんか面白いことになる。いや、面白い。え、なぜ鶴屋さんまでみたいな。だってあの、いつか勝負せねえけんけねえ、フィギュア、うち。もう就活だけね、アドモドさん。死んだ後に発見された日にゃ、あんた。このおっさんなんやねんって言われる。アドモドさん、もう就活だけ。そう、就活に入らねえけんけねえ。就職活動の方じゃないけ、うん、そう、終わりの方だよ、ね、終わりの方。湧いた湧いた、クララが歩いた。あ、ちょっと違う。よっ、何つれたんだ、ゲートちゃん。いや、今俺が暴走したから、あの、違うネタを。そこに愛はあるんかみたいな。ごめん、あれ見るたびにイラッとするな、自分がある。俺はあれを見るたびにイラッとするって。あれ、あの、でも若子酒って、まあ、あの竹狩り、俺、あの、初め、はい、どっちの方、ドラマの方、あのアニメ見て面白いと思って、最近ドラマやってるの見て、うん、ああ、こんなんやってる。リーナちゃん可愛いよ。リーナ、すげえ。格闘家がこんなことやってるよって。シューって可愛いよ、これまで。あの格闘家がやるのか、こんなこととかって。うん、まあ、日本似合ってるよね、可愛いしね。でも、あそこ、この間、3月に行こうと思って、予約の電話入れたら、あ、いらっしゃい。あ、いらっしゃい。いらっしゃい。どうぞ、どうぞ。これホットサンドメーカーですね。外せる。おお。この色って珍しいですね、ホットサンドメーカー。あ、そこも外れるんですか。ここも一応だから外せて、かなり。すごい。これちなみに何ていうところ。これは勇者っていうところ。ああ、はい、はいはいはい。だから普通は鉄だけど、こっちはステンレスの。ああ、そうなんですね。キラキラしてる。へえ。珍しい。だからその分ちょっと重たいけどね。ああ。持ち歩きだったら、普通のアルミのやつとかの方がね、うん、いいだろうけど。でもそれ外れるってのはいいですね。うん、外れて短くなるのが、だいたいあのこの持ち手の部分が邪魔になってね。ね、仕込み式じゃなくて、こうレバーでロックする。おお、ああ、なるほど。緩んできても、まあ多少は調整ができるじゃないか。まあこんなのも。なるほど。え、これ前から持ってましたっけ？年末ぐらいに買ったやつなのか。年末なんか言う。なるほど、そうですよね。俺見たことないですもん、これ。うん、だから確か見せてなかったなと思って。ですよね。で、出してきてみました。そしてこれが、あの、昨日も多分撮ったと思うけど、忍者テントですよね。あ、なんかこれちなみに忍者テント使うの初めてだったんですか。
テント張るのは今回初めて。おまあ軽い。おでナイロン、シルナイロンだからツルツルしてるから、うんうん、下のマットが動く。寝てる時。ああなるほど、そっか。やっぱ滑り止め対策考えちゃうからね。なんかズル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 動いて。なるほど。寝にくかったのはあるけど、まあこれだけ小さくて軽いから。そのなんとかナイロンだから、うん、この結露してるのもちょっとなんていうの、弾きやすかったりするんですかね。で薄生地自体も薄いし、ズルズルしてるから、ね、これじゃあ重さ的にはだいぶ軽いってことですか。 1.6 とかそのぐらいしかないんだろうかな。 1.6 すごい。僕なんかこういう、あでももうちょっとちっちゃいかな、もうちょっとちっちゃいやつ持ってるんですけど、それが確か3キロぐらいしますからね。 1.6 ってすごいな。これがネイチャーハイクのダウンパンツですね。そんな高くないんですよね、確か。1000台ぐらいだから。おだいぶでも履いたら違いますよね、きっと。昨日は寒かったから。うん、おはようございます。これ今度ね、オピネルのナイフのケースも作ったんですよ。すごいかっけえ。これ上手に作るね。あ、これはですね、販売用で作ってもらったやつで2990円ぐらいだと思うんですけどね。サイズが、8、9、10と入るようになってますね。8、大体カビさせたりするから革製品ですか。10はちょっときつめだけど、多分使っていくうちに皮が伸びるので大丈夫になるんじゃないかなと。スケーターから出てるやつなんですけど、ガスバーナー入れ、ガスバーナー入れっていうかガスボンベとか入れるやつ。一応ね、4本入るっていうやつで、横にもね、入れるところはちらほらついてるっていう。お値段的に多分2000何部だったと思うんですけどね、そんなに高くもないっていう。これはもう出てるの？もう出てます、出てます。いいな。いや、いつもボンベがバラバラになってそうですよね、俺もそうなんですよ。3本入りのやつを買って、紙のやつがバラ、一気にバラけて弱いですもんね、紙のところが、だから3つボンベやって、1個はシングルバーナー入れでもいいですし、使いかけでもいいし。だって、なんか4本入る。オーディー缶も入るんですね。これ何グラムですか？これはね、100グラム、110グラムのやつかな。110グラム。ほうほうほう。100グラムのやつ。110の方で。あ、本当だ、入った。3つぐらい入りそうなんですか？そうですね、3つぐらいいけそうですね。そうなんだ。250は多分もう直径がでかいから、これは入んないだろうな。じゃあその100何グラムでちょうどいいぐらいとですね。100グラムだな、これ。古いタイプのボンベだからな。ジェットボイルに買ってる。うん。しかもキャップ昔のやつジッポだよ。昔ジッポだったっていう。ガスだったか。うん。だから20年ぐらい前。ジェットの家で発掘してなんかキャップだけあったっていうね。ただのね、寝床なんで面白いことは何もないかもしれないんですけども、最近のね、僕のね、気に入ってる寝床がこれなんですよ。コットにインフレーターマット、この組み合わせがね、めちゃめちゃ寝やすい。ふかふかだし、ベッドになってるんでかなりいいですよね。これはちょっとおすすめしたいかな。ちなみにこのインフレーターマットはブルックリンアウトドアカンパニーっていうところの、インフレーターマットです。
これちなみに100均グッズですよね。お、100均。これバネだけが売ってるんですか。そうそう、バネだけ。あれは違う。カラビナは自分でつけたってことですよね。やっぱ違います。あの風が吹いてこうなんていうロープがピーって引っ張られる。あ、はいはいはい。ここも守れるよね。それがそのグッて伸びる。なるほどなるほど。じゃあ実用性もある。まあ問題は耐久性がどうかよね。ああ、なるほど。ああ、そっか。うん、なんて100均で2個で1セットだけ。これチタンですか。これチタン。こっちはあのジューラー。おお。まあでも仮にべきって言ったとしても100円だからって感じですかね。まあ、100円っていう感じです。例えばこれ。うん、こうなるけ。おお。あ、いやでも結構持ちそうじゃないですよそれ。うん、多分、ね、そんなにこう無理もかかるとこでもないし。うん。すごいすぐ切れそうっていうわけじゃなさそうですもんね。まあ、ようできちゃうと思うけどね。100円にしちゃう。なるほど。俺ただ単純にバネみたいになってるのかと思ったら、こっくるくる螺旋状かと思ったらそうじゃないんですね。そうですね。両方にあのテンションかかっちゃうから。なるほどなるほど。これで要は伸び縮みする系。多少は違うかもしれないですね。無理はかからないですね。でも、はあ、あんまり数がなかった系、増えるんだろうと思うけどね。買うならお早めにって。そうそうそう。なるほど。すごい。あ、ペットボトルも別か。やべ。これあれなんですよ、充電できるところ。左にずらしてもらうと。あ、なるほど。あ、こんなになってるんだ。すごいですよね。どっちでも一緒だよね。一緒ね。あ、でもちゃんと耐火レンガ。